ホワイトリカーとは、正糖残産の配当蜜を発酵させ、連続式蒸留機で得たエタノールに加水し、アルコール度数36度未満とした、日本の酒税法における焼酎を指す。無色透明で香りや癖もなく、純粋なエタノール水溶液に近い。和製英語であり、英語のホワイトリカーは別の意味になる。ウイスキーやブランデーなどの熟成蒸留酒をブラウンリカーと呼び、 これに対比させた故障とみられる。梅酒などの果実酒や、中杯など、風味付けアルコール飲料の原材料として利用される。ホワイトリカーとして販売される、コール異常中の場合、いずれの用途においても高いアルコール度数が有利なことから、市場では、法律上の上限一杯のアルコール度数35度で販売される製品が多い。日本の税法上では、 連続式上流状中をホワイトリカーと表示しても良い。また、製法上では製法等がやや異なる原料に高温スターチなど生成された黒類由来物質を用いた単式上流状中もホワイトリカーと表記しても良い。ホワイトリカーも果実使用各種混和用として市販されている。ホワイトリカーは癖が少ないとされる。なお、消毒用アルコールには 上実のような発酵により製造されたものと、ナフサから化学合成されたものがどちらも使用されている。ウォッカ1970年代アメリカ市場でウォッカの販売量がウイスキーを抜き、白色革命と称されるなど、近年の蒸留酒市場では無色透明で、損工やピートウなどのないもののシェアが大きい。無色の蒸留酒のうちで、アクアビット、ウォッカ、 ソジオ予びラム酒のうちホワイトラムは日本のホワイトリカー同様に無色でエタノール以外の香りは少ない。一方、キルシュバッサー、テキーラ、マオタイ酒などの白酒、カシャッサ、ピスコ、オードビー、焼酎オツ類、アワモリ等はエタノール以外の香りも強く日本のホワイトリカーとは少々異なる。AB 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、施行規則。e g a 二2020年9月12日閲覧。新型コロナ拡大合成アルコール需要増加額。工業日報。2020年4月10日。ありがとうございます。